どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回は、記念すべき20本目のガシャ動画を撮っていきたいと思います。いやー、初めてあげたあのカルナバルガシャから、早もう20本目。初めの UR を当てるまでが非常に苦しかった戦いなんですけど、ひなみを当ててからはね、気軽にガシャを引けるようになりました。しかし、1本目から、記念すべき動画第1本目からずっと狙ってるのがやっぱりムカデなんで、引いていきたいと思います。今 UR が出ればムカデの確率は2分の1でも、その2分の1のもう片っぽは、小悪魔リゼなんで、引ければ天国、引けても外れの方を引けば限りなく心にダメージを負うでしょう。というわけでね、まあ、確率的にもムカデを狙ってる人は引いた方はいいんですが、まあ、リゼも出るっていうことでなかなかね、勇気が出ないかと思います。でも石が116個溜まったらやっぱり引きたくなるよね。というわけで、ですね、6連が3回と25個で5回かな。5回引けますね。まず単発で5回引いて6連を3回引こうかと思います。じゃあ行きます。まず単発から。俺もね、そろそろ単発で単発神だわっていうセリフをね、ちょっと言ってみたいんですよね、一回。でもね、単発ってやっぱ怖いよね。SR の爆死が怖いっていう。なかなかね、単発は本当に、でもね、6連で SSR プラスが1枚確定じゃないときは、まあ、結局単発の方が得みたいな。長く遊べる点ではね、ガシャで。ガシャで遊ぶってちょっとおかしいけど、危険思考だね、それは。ガシャで遊ぶっていう考え方はちょっと危険だね。ね、そうやって SR しか出ないでしょ。だからプレミアムガシャは嫌なんだよ。うん。そろそろ SSR 出てくれてもいいんじゃないかな。出ないよね。これじゃあ6連の方も心配になってきたんだが、結局、今回もあれかい？金ポット。金ポットじゃねえわ。金地系の回収になってしまうのかな？さあ、じゃあ6連の方に移行していきたいと思います。出るかな？なかなかね、難しいと思うんですけど。嘘だろ、おい！おい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 、嘘だろ。え、待って。あ、しくった。うわ、最悪。今の単発じゃん。やらかした。ちょっと待って、マジやらかした。そうだよ。なんで俺ちょっとボケてんな。さっきまで寝てたんでね。いや、しくったな。これ単発で攻めなきゃいけないじゃん、じゃあ。うわ、なしろ出たんだけど。ラッキー。まあいいでしょう。これだけで6連引いたあれはあるわ。まあ UR 出なかったら意味ないんだけど。黒。黒。黒。うわ。黒。ああ。ですよね。ああ、さっきのしくったな。まあいいか。とりあえず単発の方に移行していきたいと思います。また単発かよっていう。黒、黒、黒。SR 多いな。黒、黒、黒。マジで黒来てくれ。そっちじゃないんだけどね。黒、黒。ウーロン茶。ああ。SR 率やば。単発で神と言わせてくれ。頼むから。マジっすか。アモンのガシャのはずなのに、アモン一匹も出てこないね。あー、はい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 。まあ、しゃあなし。うわ。ちょっと待ってよ。それはひどいよ。というわけでね、ちょっと一回ミスって6連を引けなかったんですけど、はぁ、渋いですね、今回のガシャも。相変わらず。というわけでね、皆さん、ムカデ引けた方はおめでとうございます。お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。